こんにちは、茂木和也です。今回はリビングに置いているテレビの掃除をしていこうかと思っております。テレビの裏側の掃除は先日済ませているんですよ。その時の様子を動画にしておりますので、ご興味のある方は概要欄にリンクを貼っておきますので、よかったらご覧になってみてください。その時はテレビの裏側だけじゃなくて、リビング全体のホコリ取りとフローリングの拭き掃除もしております。で、今回テレビのどこを掃除していくかというと、テレビ画面ですね。テレビ画面の掃除をしていこうと思います。では掃除に入る前にカメラを近づけて掃除前の様子をお見せします。はい、端っこのところにはホコリがついてますね。ここが一番ホコリがついているところなんですけれども、なので最初にホコリ取りをしてから拭き掃除をするという形になりますが、目立つ汚れはですね、これはおそらく次男が素手で触ったんでしょうね。まあ、こういったですね、手垢のような汚れがついていますね。はい。ここもそうですよね。あ、ここ一番わかりやすいですね。手がくっきりわかるような手垢がついてますね。はい。この部分はあまりほこりないんですけれども、あとはなんかうっすら汚れてますね。ちょっとピントが合いにくくて分かりにくいかもしれませんが、ホコリがついていたり手垢がついていたりしていますね。はい、はい、では掃除をしていきますが、まずはホコリ取りですね。そこで使うものはこちらです。ウェーブハンディワイパー超ロングタイプですね。これにこちらのシートをつけまして、こんな感じでセットして、そして使う前にシートの毛を見ていただきたいんですけれども、このままだとあまりホコリが取れないんですよ。なので使う前に必ずですね、振っていただくと静電気で盛り上がるんですよ。こうすると非常にホコリを吸着してくれます。で、こうやってホコリを取っていくと、このホコリ取りのワイパーはウェーブ以外にもクイックルハンディあるじゃないですか。クイックルハンディも同じようにしっかりホコリが取れるんですけれども、私の場合は2つ持ってますけれども、こっちの方をよく使ってます。というのはこの替えシートの価格がですね、安いんですよね、比べると。ただクイックルワイパーの場合はこんな片面に毛がついてるんじゃなくて、全体にですねモコモコした感じで毛がついているので全体的に使えるんですよ。その点を考えると毛をたくさん吸着できるので安上がりかもしれませんが、1枚の単価で見た場合に安いということと、あとこの持ち手の部分も結構違いがあるんですよ、同じように見えても。以前ですね、クイックルハンディワイパーの伸び縮みタイプとこちらのウェーブハンディワイパーの超ロングタイプで比較した動画を上げておりますので、ご興味のある方は概要欄にリンク貼ってきますのでご覧になってみてください。はい、ということで引き続きホコリを取っていきますね。ここ手垢見えますね。はい、ホコリ取りが終わりましたので拭き掃除に入っていきます。それで何を使って拭き掃除をしていくかと言いますと、今回は拭き掃除用の洗剤を自作します。そこで必要となるものが、まずはキッチンスケールですね。そして作った洗剤を入れる空スプレーボトル、こちらのトリガーを外してキッチンスケールに乗せます。そしてそこにですね、原料となるメインの洗剤を入れていきますが、何を使うかというとこちらです。チャーミーマジカ速乾プラスカラッと除菌ですね。これを今回は使いたいなと思います。ポイントは液性が中性であることですね。中性って書かれてますよね。あとは界面活性剤の濃度、界面活性剤 25% となっております。で、このカラッと除菌をどのぐらい入れるかというと、 1g 入れます。たった 1g では入れますね。はい、1g 入りました。で、次に水を100になるまで入れます。はい、ビーカーに水を用意しました。はい、100になるまで入りました。あとはトリガーを閉めて
これで拭き掃除用の洗剤が完成ですね。この拭き掃除用の洗剤を何につけて拭いていくかと言いますと、こちらですね、無印良品のマイクロファイバークロス、これにシュッシュッシュッと吹きかけて拭いていくと。そして即ですね、から拭きをした方が拭き上がりが綺麗になるんですよ。そこでから拭き用のマイクロファイバークロス、これは激落ちくんのマイクロファイバークロスですね。こっちで洗剤をつけて拭いたらすぐにですね、から拭きを入れるというやり方ですね。一つ大切なことをお伝えするのを忘れておりました。我が家のこのソニーのテレビなんですけれども、洗剤をつけて拭いたり、そもそも水拭きすることだったり、マイクロファイバークロスを使って拭くことができない画面なのかもしれません。そこは取説を確認してないのでわからないんですけれども、もしそうだった場合は自己責任の扱いになってしまうということになりますし、もしそうであっても自分の判断で今回は拭いていこうと思っております。ですので皆さんも今回のやり方を参考にされる場合は、必ずですねテレビの取説をチェックして、その点を確認してですね、お試しいただけたらなというふうに思います。はい、ではこちらのマイクロファイバークロスに先ほど作った拭き掃除用の洗剤をしっかりスプレーして、即から拭きするので結構たっぷりめに、あまりびしょびしょになるのは良くないと思いますけれども、十分ですね濡れるぐらいに含ませた方がいいですね。そしてよくなじませて、はい、こんな感じで、これで拭いて、そして空拭きと。それでいくらチャーミーマジカが薄い状態になってるとはいえ、パーセントでいくと 0.025% ですね、界面活性剤の濃度が。とはいえですね、ごくごくわずか界面活性剤が残るということになりますので、そこが不安だったら洗剤をつけて拭いて、そして水拭きをしてからの空拭きという3段階でやった方がいいと思いますけれども、そこまで必要ないのかなというふうに思いますが、気になる方はそうされた方がいいと思いますね。小さなお子さんがいて、まだ口に物を入れる時期の小さなお子さんですね、テレビのモニターをペタペタ触って、その手をですね口に入れたりするということがあったりするじゃないですか。その点について不安に感じる場合ですね、やった方がいいのかなというふうには思います。では拭いていきます。はい、一通り掃除が終わりましたので、カメラを近づけて掃除後の様子をお見せします。はい、掃除前はここにホコリがついていましたけれども、まあ、もちろんホコリ取れてますね。ウェーブハンディワイパーでホコリ取りしましたから。あと手垢のような汚れもですね、この辺りにあったと思うんですけれども、ご覧の通り綺麗になりました。あとこちら側ですね、くっきり手の跡が残っていたところも綺麗になりました。はい、こんな感じで綺麗にすることができました。はい、ということで今回はこちらの自作拭き掃除用洗剤を使ってテレビ画面の掃除をしてみました。今回の掃除のポイントは3つあります。1つは先にしっかりホコリ取りをするということですね。これはどこの掃除でも共通して言えることなんですけれども、ホコリ取りを最初にしっかりやってから拭き掃除をした方が結果仕上がりも良くなりますし、何よりもその方が掃除の時間も短縮できるんですよね。掃除を楽にしたいということで
でホコリ取りをせずにいきなり拭いてしまうと、ホコリがですねクロスについたりいろんなところにですねついたりして、それを集めたり拭き上げるのが大変になって、結果掃除時間が長くなったり大変になったりするんですよね。なのでしっかりホコリ取りをすると。2つ目が、特にこういったテレビとか、あと窓ガラスとか鏡とか、そういう風に反射するところを拭く場合は特に言えるんですけれども、洗剤をつけて拭いたら即空拭きですね。できるだけ間を空けずにすぐ空拭きを入れた方がいいです。なので今回は右手に洗剤をつけたクロスを持って、左手に空拭き用のクロスを持って両手で拭き上げましたけれども、そんな感じで素早く空拭きを入れると、そうした方がですね仕上がりが綺麗になるんですよね。いくら洗剤をつけて拭いてもですね、洗剤と汚れが合わさった液と言いますか、そういったものが筋状に残って、それがですね乾いてしまうと目立つような感じになるんですよ。特にこういったテレビ画面だったり窓ガラスだったり、こう光が当たると反射するようなものですね。拭き上げ後は綺麗になったと思っても、光が当たったらなんか白い筋のようなものがですね残っているなんていうことがあるんですけれども、それは即空拭きをすることで改善できます。で3つ目がですね、注意点でもあるんですけれども、取説を見て水拭き可能なのか、洗剤をつけて拭けるのか、あと拭くときはどういったもので拭けるのかというところを確認してから、それに沿って拭き掃除をするというところですね。で今回作ったこの拭き掃除用の洗剤なんですけれども、何もテレビ画面だけじゃなくてリビングダイニングのあらゆる拭き掃除に使えますので、大掃除の機会にですねいろいろ試してみてはいかがでしょうか。洗浄力はそれほど高くないんですけれども、リビングダイニングの軽度な拭き掃除だったら十分なのかなというふうに思います。洗浄力を上げたいということでしたら、厚めのお湯を使って薄めるとお湯の働きも利用できますから、洗浄力がぐんと上がります。あまり熱すぎると火傷してしまいますので、熱くてもそうですね55度前後ぐらいでしょうかね。それで今回リビングに置いているテレビの画面の掃除だけご紹介させていただきましたが、テレビだけじゃなくてリビング全体を隅々まで丁寧に掃除をしたいという方がたくさんおられると思います。大掃除シーズンですからね。そんな方たちにおすすめなのがオレンジページの最新号です。12月2日発売号ですね。そこでですね、私がなんと8ページにわたってリビングの大掃除術をご紹介しております。ほんと細かいところまで一通りですね網羅している内容となっておりますので、あと玄関の掃除術も載っています。ちなみに玄関の大掃除はこの間私済ませております。加えてですね、そのオレンジページの最新号でキッチンと洗面所の仕上げ掃除のご紹介もしております。仕上げ掃除というのは大掃除で一旦やったんだけれども、もう一回ささっと綺麗に掃除をしたいと、どちらかというと大掃除掃除よりは簡単な内容の掃除術という形になりますけれども、そういった内容がたくさん載っておりますので、よろしければご覧いただけたら嬉しいなというふうに思います。ということで今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。モテギカズヤの YouTube チャンネル、モテギ流掃除講座。掃除が苦手だって綺麗にできる。いつまでも。